こんにちは、ゆたろうです。はい、2023年こちらで収録する動画初となります。明けましておめでとうございます。はい、今年の方もね、私のチャンネルどうぞよろしくお願いします。ということですね、まあ去年も引き続き今年もたくさんの動画を上げていきたいと思いますので、どうぞ応援の方よろしくお願いします。で、まあちょっとね、今回の動画なんで撮影してますかというと、今日1月10日22時を過ぎていると思います。世間では何が発表されましたかね。 DJI の方から新しいジンバルが発表されたのではないでしょうか。 DJI RS3 ちょめちょめ、こちらのキャッチフレーズで紹介されたジンバルがあるのではないでしょうか。はい、ということでですね、今日は新しいジンバルの方をご紹介していきます。はい、今回ね、私がご紹介していくジンバル、こちらになります。でん、はい、 RS3 プロとなります。ミニじゃないんかいということでですね、はい、私はさすがにミニを DJI さんから貸していただくことはできませんでしたが、まあね、今回ご紹介していくのはですね、上位グレードの RS3 プロとなります。はい、なんでプロを買ったのか、多分ね、皆さん思われてると思います。なんでミニが発表されるのにわざわざプロ買うのっていうところもちょっと含めてね、いろんな話をしていきたいと思います。はい、まあです、こちらのご紹介ですね。まあご存知の通り RS3 シリーズね、ジンバルになりますが、まあ、ちょっとプロ向けのジンバルっていうことでですね、今回発表されたミニ、そしてですね、前に発表されています RS3 の方とは比べ物にならないぐらいちょっと大きいんですけど、まあね、重いカメラでもまた大きいカメラでも搭載することができる、ちょっとね、上級者モデルのジンバルとなっています。やはりね、ミニとか3とは違ってですね、パワーがランチになります。まあ私の持っているこちらですね、買った理由その1はね、まあ、Z9 がバッチリ乗っかる、そんなカメラを乗っけることができるジンバルとなっています。はい、まあね、なんでもちょっとね、 Z9 は、まあ、結構重いカメラなんですけど、まあペイロード的には以前私が持っていましたモザエアクロス2だったりとか、ロニ RSC2 でも必要的には全然乗る重さなんですけど、なんで乗っからないかって言いますとね、こちら Z9 のカメラですと、カメラ重心の位置がすごい高い位置にあります。モザエアクロス2だったり RSC2 の場合ですと、重心の高さを補正する軸の高さって言いますかね、そこがどうしても超えてしまって重心を取ることができないジンバルになっています。そこで他のジンバル何があるかなって探した時に2個ジンバルがありました。まあ1個は RS2 ですね、こちらのモデルの前のモデル、そして最新機種である RS3 プロとなります。まあね、ユニックスとかね、 Z6 の場合ですとエアクロス2だったりRSC2 でも全然十分に乗るボディだったんですけどね、やはりね、ルミックス、マイクロフォーサスでは撮ることができない撮影を求めるっていうことになってくるとですね、やはりフルサイズのカメラで撮りたいっていうね、欲求が出てきまして、どうしてもこの子でちょっと重いけど撮影の方をしてみたいなっていうことになりました。まあね、それでちょっとまあ今回RS3 プロの方を購入した次第になります。まあね、長々ちょっと喋ってても仕方ないんですので、ちょっとね、こちらの方を早速開けていきたいと思います。はい、ではですね、 RS3 プロの方を開封していきたいと思います。まあね、ガジェットを買う人の開封動画一回見たことあるよっていう人がね、もう大半だと思います。まあですが、ちょっとまあここはしばらくお付き合いをください。まあね、買ったやつのちょっと自己満シーンになってしまいますが、はい、まあね、ちょっとね、新品開けるときすごく楽しい時間ではあります。はい、蓋を開けるとね、こんななっております。
はい、まあね、ちょっと僕以前は、まあ、RSC2 の方とあとはエアクロス2の方を持っておりました。まあその時はですね、エアクロス2の場合はしっかりとしたプラスチックのケースがついてたんですけど、まあRSC2 の方はプラスチックのケースがついているだけなんですね。まあちょっとね、今回開けてみてびっくりです。こんなしっかりしたケースに入ってきています。ちょっとね、なんか DJI 製品だと僕は他にドローンとか持ってるんですけど、まあ、ドローンもねコンボとか買うとこんなしっかりした入れ物についてくるんですけどね、やはり値段が高いだけあって RS3 Pro しっかりした入れ物に入っております。こちらはね、なんていうことでしょう、カーボンフレームの仕上がりとなっております。映ってるかな、どうだろう。はい、やっぱねボディが大きくなってきてしまうとどうしても重量って加算できてしまうんですけど、まあね、ところどころにカーボン CF 使ってやることで軽量化実現しているっていうのと、やはりねアルミよりも丈夫なので、実はカーボンの方が丈夫なんですね。剛性を取る意味ではなんか、ね、カーボンが良かったりとかするっていうのもあるかもしれません。あとはねモーターの負荷軽減とかっていうのにもカーボン一役買ってくると思います。はい、こちらがね本体と、こっちに入ってるのかな、はい、こちらがグリップ兼バッテリーになります。はい、今までね DJI 自分の使ってた RSC2 の方はねバッテリーが分離することはなかったんですけど、こちらはなんと分離します。はい、こちらをねカチャッとつけてここをロックしてあげると、バッテリーがセッティングされる、そんな仕様になっております。いやー、思った以上にまだ全部部品がついてるわけではないですけど軽いですね。はい、まああとはこちらが多分三脚かな、はい、三脚になっております。はい、まあこちらがボディになります。あとはね、まあ、結構質量がありますから横の方につけて撮影をサポートしてくれるサイドハンドル、あとはねちょっとこちらカメラにつけるアクセサリー、クイックリリースプレートをつけるプレートが付属して、それとね、各種ケーブル、ネジ類になっております。はい、まあね、ちょっと今回買ったものっていうのがねこれだけではなくてですね、まあどうしても以前 DJI のロリーユーザーだったのでちょっと思うところがありました。まあ、一個思うところっていうのはですね、ロニーの製品のちょっとね、マイナス面、他のジンバルもそうなんですけど、アルカスイスのアクセサリーっていうのをね、ちょっと専用のやつをつけることができないっていうのがデメリットになっています。まあね、こちらのアルカスイスプレートの方をカメラのボディにつけて、こちらにつけないといけない。だから必ずこのアルカスイスの、DJI の専用のプレートをつけないと撮影をすることができない、そんな仕様になっているのがちょっとねロニーのちょっと
マイナス面だというふうに僕は思っています。まあ、ちょっとねそれを解消するアイテムっていうのも世の中に出ておりますので、まあ、今回ご紹介をしていきたいと思います。はい、まあね世の中的にこんなものがあるのかっていうことでねあるんです。はい、まあね今回ご紹介するのがねこっちか、はい、スモールリーグの商品になります。まあ型番からいくと LQP20801 っていう商品になります。こちらの商品、まあね何なのかっていうとね、はい、こちらになります。先ほどご紹介しましたプレート、まあちょっとねそっくりだと思いますが、はい、これとね裏面もこんな感じになっております。まあスモールリーグが開発した互換性のあるプレートとなっておりまして、まあこちらのすごいところ何かと言いますと、私ねカメラの方大体はこちらピークデザインのアルカスイス互換のプレートを使用しております。まあねこちらのプレートをねこっちのプレートだとつけることができないんですね。専用のかさ上げされたプレートを使うしかないんですけど、スモールリブの商品を使うとですね、こちらピークデザインのプレートをつけた状態でもこちらのプレートをつけることができるようになっております。まあねこちらはどう使うかと言いますと、ここにこの子がそのまんま入る仕様になっております。ちょっとね、持った感じやはりね Z9 ちょっと重いねまあ重いですけど、ちょっとバランテストしてみたい、バランスチェックしていたいと思います。まあねオートチューンですね。これでジンバルのバランスを見ています。こうすることでですね、Z9 の方もこんな感じに使っても全然ビビることなくね、操作をすることができます。まあ、モードの切り替えは今までの機種とは違ってですね、こちらのダイヤルを調整してあげることで切り替えることができます。パンフォローでして、パンフォローモードとファンチルトフォロー、そして FPV モードかな、この3種類切り替えることができます。まあね今までと変わってディスプレイをタッチ操作で操作することもできますし、こちらのフォローするスピードをこのようにカスタムしたり遅くしたり速くしたりすることもできるようになっております。まあねやはりね前回の機種からだいぶ進化しております。はい、ちょっと今ねいじくってて見つけてしまったんですけど、この子すごいですね。今までね調整とかねしたら、まあ自分でバランス見るっていうのはそうなんですけど、このようにねバランスをちょっと自分で判断して可視化してくれてます。やはりねプロ機種ってだけあってね、バランスの方しっかりとね自分でチューニングしてくれてます。やはりこういうところはねやっぱり値段が高いだけありますね。はい、まあちょっとねもうちょっと今日のうちにいろいろいじくってね、明日ちょっとねしっかり使えるようにしていきたいと思います。いやいいですね。ちょっとねまだ充電と、まあ、夜中ってこともあってね走りに行くことができてませんがね、ちょっとね明日の走り取りの方をしていきたいと思います。はい、それではまた明日お会いしましょう。はい、RS3 来ました。今ねこちら鎌倉高校前の方で江ノ電を使って走り取りの方をしていきたいと思います。はい、ね、ちょっとね
今ちょっとここまで電源つけて歩いてきたんですけど、今までの RSC2 だったりとか、まずはエアクロス2と比べてですね、剛性がしっかりしててですね、他の一眼今まで乗せてきましたけど、まあ、パワーすごい強いなと思います。全然ね、なんか取れるような感じもしないので、行くのが楽しみなところです。ちょっとね、両線が来るまで待ってみたいと思います。DJI RS3 Pro、 やっぱね、まだ使って間もないですけど、パワーとかね、やっぱり自動ロックとかすごいいい機能ばっかりついてましたのでね、まあ使い勝手って意味でもすごい使いやすいジンバルじゃないかなって思います。まあね、これからどんどん使っていってね、どんどん馴染ませていって、あのいろんな機能とかね、また前のジンバルと違ったどういう機能がいいっていうのをどんどん発見してご報告していければっていうふうに思います。まあね、これでどんどんいい絵をこれから撮影していきたいと思います。まあね、このチャンネルがいいなと思っていただいた方はいいねボタン、チャンネル登録の方をしていただけると励みになります。本日もありがとうございました。ゆうたろうでした。それではまた。